皆さんこんにちは。現在のもののけ姫ことまこです。今日はですね、固定車と折りたたみの違い、その走行時の違いっていうのをお伝えしていけたらなというふうに思います。違いの一つとして車椅子の積み込み、車への積み込みっていうのはまた別の動画で、説明しているので、ぜひそちらを見ていただいて、今日は走行時の違いを早回しを絶対音に負けてる気がする。走行時の違いを伝えていきたいと思います。はい、じゃあまず、固定車で歩道を走ってみて、車椅子のブレとかがあるのかっていうのをまず撮っていこうと思います。いくよ。じゃあここやばい、見えるかな、あっちのポールくらいまででいいかな。どうぞ。撮っては見たけど、めちゃくちゃ伝わりにくいんだよね。撮れた？うまく。じゃあ次は折りたたみで、さっきと同じようにまず直線を走ってみたいと思います。行くぞ。折りたたみのこの軸のブレみたいなのを取りたかったんだけど、なかなか取れなくて。でも乗ってる感覚は全く違うんだよね。はい、どう？健常者の人が乗ったらどう感じるのかも撮ってみました。いいね、レ君。漕ぎやすいかなって思います。はい、じゃあ次折りたたみに乗ってください。はい、はい、じゃあ次は折りたたみに乗ったので行ってもらいます。はい、レッツゴー。うん、揺れる感じがすごいあって、うんうん、ブレちゃいますね。ね、ブレちゃうよね、うん、さっきのと比較すると今めっちゃアップになった顔急にうん、ね、なんか不安定さがある感じですね。うん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 、うん、乗ってみてどうでしたか？固定車は、はい、しっかりこう安定感があって、うん、こうスーッと少ない力で進んでいく感じがすごいして、うんうんうん、でこっちの折りたたみの方は、うん、こう漕いでる時にこうどっちかというとこう横揺れ、こう微妙にこう、うんうんうん、左右に揺れる感じがあって、正直こういう例えば砂利道とか外だったら、うん、こっちは少しちょっと怖いなっていうか心もとないなっていう感じはしました。実際、理学療法士さんから見て、じゃあ私、まあ、折りたたみしかできないタイプの障害とか症状の人はやっぱいるから、その方はどうしても折りたたみになっちゃうと思うんですけど、私くらいの症状だったらどっちをおすすめしますか？固定車。固定車、なるほど。やっぱりそこには安定感もあって漕ぎやすいし、うん、特にこう外をアクティブに移動する人にとっては、うん、やっぱりこっちの方が絶対疲れにくいと思います、うん、まあ、確かに外をめっちゃ漕ぐ人はやっぱり固定車の方がいいかな。車移動がメインだったら、まあ、そんなに気にならない折りたたみでもと、うん、思うけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。地面からの衝撃は吸収されやすいですけど、その分やっぱり歪みやすさっていうのも出てきます。メーカーや製品によって同じ折りたたみ式でも剛性の硬さっていうのが変わってきます。どっちが揺れる感じありますか？折りたたみの方が揺れる感じがする、うん、こっちの方があんまり横揺れしない？そうだね。はい、はい、こんな感じで、固定車と折りたたみの、まあ、その
走行してる時の違いっていうのをお伝えしました。さっきもお話ししたように、まあ私は固定車が好きで、私、車に積み込む時も固定車の方も積み込めるし、まあ、家の中にこう置いておくってなったとしても別に折りたたみじゃなきゃいけないっていうことがないので、私は基本的にやっぱ固定車の方が好きだなっていうふうに思いますが、環境によっては、折りたたみしか買えないとかっていう場合もあるんですが、でも今回紹介したというか私が作っていただいた eMAX さんは結構、他の折りたたみよりはブレが個人的にね、個人的に少ないのかなというふうに思います。なのでメーカーさんによっても折りたたみのその感覚っていうのも違うので、ぜひいろんな車椅子を乗ってみて、自分が一番生活してる中でこう負担が少ないような車椅子を選んでいただけたらなというふうに思います。はい、じゃあこんな感じで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。こちらが再生医療センターになっております。ここから登場してくるのが、私あの有名な美人 YouTuber 静谷真子さんです。宮城さんも回って後ろで。目が回る、めっちゃ目が回る。